皆さん、あのジーパンパンダ先生出演の某ビールの CM ご覧になりましたかね。あの真面目な家の子供がお笑いを始めると言って、最初父親は反対してたんだけど、こう初めて息子がネタをやってる姿を見た時に、まあ、頑張れよみたいな感じでこう黙ってビールを差し出すみたいなね、まあ、やたらあの感動的な仕上がりになってんだけどよ、あんな全部嘘だからな。俺もな、東京大学を出てからお笑いの道に進んでるから似た境遇だから分かるんだけどな、まず俺がな、東大出た後お笑いの学校に行きたいって言った時、母親は静かに畳の部屋に行って横になり、しばらく起きてこなくなっちゃったからな。反対されるとかじゃないから、体調を悪くさせちゃうからね。で、俺がお笑いやってる間もな、父親は方々の人にね、いや、あいつには早く仇の世界に戻ってきてほしい、仇の世界に戻ってきてほしいって言ってたぜ。もう親父にとっては俺は今でも反社会的勢力にいるのとほぼ変わらないみたいだぜ。ああ。でな、俺もあの番組の企画でこの CM みたいに両親をライブに呼んで初めてネタを見てもらうっていう機会があったんだね。終わった後親父に何言われるかなってドキドキしてたんだけどな。あのさ、あのインテリに頼るネタもうちょっと減らした方が良くないって普通にダメ出しされたぜ。これがな、高学歴芸人の現実だ。ありがとう。